衛心 DS とは日本の競争馬である。2009年京都ジャンプステークス。2010年京都ハイジャンプ優勝馬馬名は冠名に父、母の頭文字。2007年の12月に平地デビュー。上位人気に支持され、連帯実績もあり、全6戦中3戦で入着を確保したものの、勝ち倉を上げるまでには至らず。 翌2008年9月の小倉未勝利戦5着後に障害競争へ転向する。ACDS は障害入り2戦目で初勝利をマーク。この時の勝ちと計算16.7は優秀なものとされオープン級の強さとも評価されたがその後は平地時代にも実績のなかったダートの走路に苦戦が続き敗戦を重ねた。 2009年京都 JS 表彰式入りわり6戦目となった2009年8月、同馬は初めて直線芝のレースに出走。管理調教師である坂口正則が後に、直線芝は高材料とコメントした通り、平地時代の芝適性を発揮し2着と成果を出した DS は構想を続け、同年秋の京都ジャンプステークスを制止重賞価値を記録している。 坂口は、その後中山大障害を見据え中山コース、初出走時に、バンケットが課題と指摘された DS を、再び出走させたものの、前走勝ちっぷりがいい。ただ中山で大敗しているから気がかりと相性の悪さを懸念。その不安通りバンケットでも立つ気ご着敗退という、結果を受けた坂口は、DS の中山大障害出走を断念。以後どう馬は、 中山コースを使われることはなかった。放牧休養を挟んだ DS は2010年の指導戦として京都ハイジャンプに出走。休養明けや距離延長を不安視する声もあったが、京都コースとの好愛性を生かし二つ目の重賞タイトルを獲得している。その後同馬は自走として東京ジャンプステークスを目標に調整がなされていたが、 脚部不安を発症し1年余りの長期休養を経て2011年夏に戦線復帰。復帰後4走するもすべて凡走無抵抗のまま失速を繰り返す内容に感知はしたが、脚部不安に侵されての振動ストレスは癒えていないのか、以前ほど実践で走れなくなっていると戦意の衰えぶりを指摘され、価値倉を上げることなく2011年10月の 東京ハイジャンプ11着を最後に競争馬登録を抹消された。引退後は京都の京北育成牧場にて乗馬として繋ぎをされている。ありがとうございます。